私は練馬の石神井公園の近くに住んでいるので、よく自転車に乗って公園まで行って自分の狂言のセリフを暗記する。緑の中で気持ちいい風に吹かれて暗記してとってもスムースに覚えられます。私の仕事はいつも緑の松の前で演技をするのが仕事です。よりどり緑練馬プロジェクト、大いに応援しようと思っています。